が痛めてます。少し気になりますね。ニック・ケイスリーポイント、ニック・ケイの連続得点という形になりました。ビュフォード、ニカとの通面ゲーム、ニカにパス、いいですね。まあ、やはりこのビュフォード選手のこのシュートに行くところから、積極的なシュートに期待したいですね。さあここも岸本がドライブでベースラインまで運びましたが、このパスはビフォードが奪う。フィマニアしたんですけども、はい、琉球は早速ですけど対応しましたね。あ、ビフォードエンドワンもらいました。やられた後しっかりと自分で責任取りに行きます。ビフォードスティールした、そしてダンクを持ち込んできます。そしてビフォードへヘルプサイドにパス、白浜のスリーポイント、津山のスリーポイントです。津山のスリーポイントきました。ビフォード選手 のコーナーからコーナーへのパスよく飛ばせますよね。さて2点を追う琉球のポゼッションから2クォーター、ビフォードのブロック、ナイスブロックですね。安藤のスリーポイント、ニック・ケイがリバウンド頑張って残して、津山のスリーポイント3本目、ね、さて島根タイムアウトを使った後です。ビュフォードが自分で行く、しかもダンクです。ビュフォード、ビュフォード強い、強いですね。ビュフォード角速攻でしたが、よくあそこで持ちこたえましたね。そうですね、はい、素晴らしいショットフェイクでしたね。ビフォード2回のパス、ニカがしっかりとペイントエリアでシュートタッチ取り戻すきっかけもありますので、はい、ビフォード、ビフォードパス、津山スリー打つ、いいタッチ継続してますね。今日我慢の時間帯打開するのは誰か、ニック・ケイがスリーを狙ってきた、スリーポイントニック・ケイ、ニック・ケイスリー狙ってきた、決めた、来てますね、ニック・ケイ選手10点連続です。そこ課題になりそうですね、彼のなかなかタッチが戻ってこないんですけれども、しかし今日は安藤がスリーを狙ってきた、来ましたね。右のコーナーは津山、ビフォード、ニカへのパス、ニカの得点、ビフォードのアタックだ、エンドワン、ここで来るんですよね、ビフォード選手のこの来ましたね、鋭いですよね。まずトップでビフォード、ニカと通面ゲームにした、ビフォードがアタック、来ますね。